こんにちは、ドクター熱血です。今回はですね、番外編のストーリーですね、ザ・ダイヤモンド・ダスト・リベリオンのノーマルをクリアすると星4王印が手に入ります。こいつに、冷圧30つけたいと思います。はい、防御 1% ということで、あとは これの余ったやつらを合成していきます。あとはまあ次は体力24を狙って出してからの冷圧30狙いかな。果たして何回で出るんでしょうかね。取っときてえな、これはこれで取っときてえな。あ、もういいかな、むしろ。駒村にチャッピー、星4チャッピーの代わりにこれつけるのは、ちょっと考えてみようか。今日か。10%でしょ？で、だから攻撃だけ 40% になるけど、いや、迷うな。攻撃30は別にありな気がするけどな。今俺地属性に冷圧特化キャラがいないんだよな、そもそも。こいつの代わりに攻撃 40% アップ。でもね、防御と体力 10% ずつ上がるの俺は美味しいと思ってるんだよな。いやー、あれすげえ迷う。2個あればさ、2セット作るとこだけど、まあ、ちなみに6リボンは冷圧30ですね。そのうち、今は俺の中で地属性の冷圧とかけらがいないけど、まあ絶対そのうち必要になってくるから、応援どこに入ってる、これ あ、まあロックされてねえのか。いや、まあ冷圧30目指すか。なんかもったいない気もするけど、打つ。
しこれでこのままレベルマックスまでいっちゃったらもうこれでこれで妥協しようかな。なんだレア3時が過ぎた。でよーん。回心30とかレアだけどさ、充電しなきゃ。充電しようとしたら誤って増えてしまった。攻撃力がレベルが上がってどんどん上がっていくぜ。よし、てってれー。はい、とりあえずレア30完成しました。今ノーマルをクリアしたばっかりで、ハードの方クリアすると即属性の王印が手に入るんで、こいつもレア30を目指したいと思います。今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。